でもさ、乃木坂さんとか、乃木坂さん、日向坂さん、桜坂さんってなんか全然同じ坂道グループなのにこんなに雰囲気が違うのってすごい面白いですよね。でもその中にあるのがすごい、なんだろう、上品さっていうか、それが根底にあって、そこになんか個性がついたらちょっとダイナミックな桜坂46、とにかく美の究極、乃木坂46、元気はつらつ日向坂46みたいな。48グループもまあそうですよね、全然違いますよね。でも最近なんかさ、坂道グループさんと48でそんなにこう雰囲気がめっちゃ違うっていうわけでもないような気がする。なんか48グループらしさとか坂道らしさっていう、そこにさめっちゃくっきりこう境界線があるかって言ったら、なんかそうでもなくなってきたような気がしますね。まあ、そうですよね、歌詞を書いてるのは秋元先生っていう同じ方がね書いてるっていうのがまた面白いですよね。 ST48 はでもよく坂道っぽいとか坂道の曲かと思ったとかっていうのを言われたりはしますよね、多いですよね。でもね、そのらしさって何なんだろうってめっちゃ思う。最近そこまで違いあるかなって思う時がある。めっちゃザ48、ザ坂道みたいな、なんかそういうのが薄くなってきた気がする。48も坂道っぽくなってるし、坂道グループもちょっとなんか今の48のなんだろう感じと似てる部分、共通する部分とかあるし、